なんてことだ。天使で聞いちゃいねえ。お父さんの気がずいぶん減ってる。この世にあんな奴が存在するなんて。海王の言った通りだ。何があってもフリーザだけには手を出すべきじゃなかった。サイヤ人め。今のは痛かった。痛かったぞ。さっきの勢いはどうしたんだ？とうとうパワーを使い果たしてしまったのか？もう我慢できない。僕も行くよ。待て、孫のやつ何かするつもりだ。ん？怒りに目覚めた孫悟空、伝説のスーパーサイヤ人誕生。元気玉だ。このナメック星と近くにあるたくさんの星をほんの少しずつでいい。元気をあげてくれ。なんだそれは。また何かつまらんことを考えているな。そんなにフラフラで何ができるというのだ。あ、まさか あのでかいのが。フリーザの野郎はまだ気づいてないようだ。なぜさっさとあの弾で攻撃しないんだ。もっと気を集めてでかくしないと奴を倒せない。悟空はきっとそう考えてんだ。時間がかかっちまうが、こいつの大弱点だ。もう少しだけバレねえでくれ。頼む。いい加減にしろ。いつまでそうしているつもりだ。さあいつまでかな。まあそう焦んなよ。ふざけるなよ。サイヤ人は何を考えているのかわからん。昔からそうだった。不愉快な連中だ。あのチビのサイヤ人もこの星もろとも消せばこの世からサイヤ人は消えてなくなる。所詮スーパーサイヤ人というのは夢物語だったな。太陽じゃない。なんだ。マリタ、お前たちはここにいろ。何があっても絶対に来るんじゃないぞ。なんだあれは。まさかエネルギーの塊。貴様が。もうダメだ。今元気玉使っても避けられちまう。それにまだフリーザを倒せるほどの玉じゃ。ショック。騙し討ちをするつもりだったか。情けないやつめ。だがせっかくの苦肉の策も無駄になってしまったな。消えろ。ピッコロ、さっさと元気玉とやろう。完成させちまえ。すまねえ。どいつもこいつもこそこそと鬱陶しいハイドモが。
あんなところにも。全く人をイライラさせるのがうまい奴らだ。もうここまでだ。この星もろとも貴様らをゴミにしてやる。よし、できたぞ。やれ。しまった。こんなもんの。よう、無事だったか。はい。お父さんたちは、お父さんたちすぐ近くにいたから。まさか一緒に巻き込まれたんじゃ。ピッコロもついてたんだ。あいつらが死ぬもんか。クリリンさん、かすかに気を感じます。本当だ。よし、行ってみよう。はい。お父さん。悟空、やったな。さ、蹴るか。お、なんだクリリン。すっかり忘れてた、ブルマさんのこと。脅かすなよ。そんな。フリーザだ。ピッコロさん。貴様ら、一匹残らず生かしては返さんぞ。お次はガキの方かな。連れてさっさと地球蹴る。早くしろ、ご飯。俺の犠牲がちょっとでも残ってるうちに。はい。なんだ、あいつの変化は。まさか。お父さん、僕には分かったよ。お父さんは慣れたんだ。スーパーサイヤ人に。怒ったぞ、フリーザー。調子に乗るな、サイヤ人。罪のねえもんが次から次へと殺しやがって。これに今偉そうなことを言いやがって。貴様らサイヤ人は罪のないものを殺さなかったとでも言うのか。分かる。サイヤ人はなんとなく君が
らないんだよ。なんだ、俺が貴様を滅ぼす。あの俺サイヤ人、言い方にして、バカの野郎、もう謝っても許さないぞ。なんという屈辱だ。あんな奴に、あんなサイヤ人なんかに。当たりさえすれば。当ててみろよ。ふざけやがって。崩壊しやがれ。星は壊せても、たった一人の人間は壊せねえようだな。何者だ？とっくにご存知なんだろう？俺は地球から貴様を倒すためにやってきたサイヤ人。穏やかな心を持ちながら、激しい怒りによって目覚めた伝説の戦士。スーパーサイヤ人孫悟空だ。どうやら本当にスーパーサイヤ人らしい。チクシオー、チクシオー。終わりだ、フリーザー。言っておくが、俺は貴様なんかに殺されるぐらいなら自らの死を選ぶぞ。好きにしろ。だがこの俺は死なん。死ぬのは貴様だ。俺は宇宙空間でも生きられる。貴様らサイヤ人はどうかな。この星を消せ。しまった。チッ、パワーを抑えすぎたか。だがこの星の中枢は破壊した。あと5分もすれば大爆発を起こし宇宙の塵となる。5分もあれば十分だ。貴様を倒してクリリンの仇を討ち、仲間と共に宇宙船で脱出する。俺を倒せるわけがない。こうなったら見せてやるぞ、 100% の力を。覚悟しろ、フリーザ。貴様がフルパワーに何の余っているのは、最高の貴様を叩きのめしたいからだ。戦士として悔いのねえように。貴様だって自分のフルパワーを試してみたくなったんだろう。待たせたな。こいつがお望みのフルパワーだ。悟空が苦戦しておる。このままではナメック星の爆発に巻き込まれてしまうかもしれん。そんな。何か手はないものか。待てよ待てよ待てよ。おい、地球の神よ、聞こえるか？はい、海王様、聞こえております。シェンロンは今すぐ呼べるか？叶えてほしい願いがある。は、はい。ドラゴンボールはすでにミスターポポに集めさせております。これから海王様にお世話になった者たちを生き返らせようとしておりましたが。うん、
地球のドラゴンボールは一度に複数のものを生き返らせられるのだな。では寿命で死んだものを生き返るかね。残念ながらそれは無理です、自然史では。だがある悪人と出会ったことでわずかでも寿命を縮めてしまった場合はどうだ。そのわずかに縮まった寿命分ぐらいは生きていられるのではないかと思います。よし、では願いをこのように変えてくれ。フリーザ一味に殺された者たちを生き返らせてくれとな。いい、時間がないので簡単に説明する。地球のドラゴンボールでフリーザたちに殺された者たちを生き返らせる。それでおそらくナメック星人と共に最長老もわずかだが生き返るはずじゃ。ナメック星での願いは3つあるうちの2つしか叶えておらん。これは賭けじゃが、最長老が生き返ればあと1つ願いが叶うのではないだろうか。その一つの願いでフリーザ以外のナメック星にいるもの全てを地球にでも瞬間移動させてしまうのだ。なるほど、考えましたね、海王様。というわけですまんが急いでくれ、ナメック星そのものが消えてしまいそうなのだ。え、そういうことでしたか。では今すぐ。さあ願いを言え。どんな願いも一つだけ叶えてやろう。なぜ私が現世に。ナメック星の最長老よ、私は北銀河の海王だ。これから言うことをよく聞いてほしい。いいだろう、今度は木っ端みじんにしてやる。あの地球人のように。あの地球人のように。クリリンのことか。というわけで、そのナメック星はすぐにも消滅するかもしれん。そっちのドラゴンボールの願いが一つ残っておろう。今すぐシェンロンに頼んでくれ。フリーザを除く者たち全てを地球に送ってくれと。わかりました、海王様。お心遣い感謝いたします。ですが、シェンロンに直接願いを伝えねばなりません。一番近くにいる者に連絡を取り、すぐにもその願いを変えてくれ。その願い、フリーザとこの俺を除いた者たち全てをに変えてくれ。聞いておったのか、悟空。気持ちはわかるが、ここはひとまず。今ここで勝負の決着をつけなければ、俺は一生あんたを恨む。わかった。
もう何も言わん。お前がそれほど望むなら。でんでよ、最長老だ。最長老様、質問は後だ。今すぐポルンガのところへ行って最後の願いを伝えてほしい。フリーザと孫悟空というサイヤ人を除いた全てのものを地球に移動させてほしいと。はい。さあどうした、願いはもうないのか。では最後の願いを。あれはドラゴンボール。ポッポルンガ、フリーザ、ピポット、孫悟空、このフリーザを六死にしろ。しまった。ポポルンガ、フリーザ、ピポット、孫悟空、プピリット、ロンロンパ、パピッポ、パロ。いいだろう、了解した。ではここにいる二人を残して全員を地球に移動させる。どこなのよ、ここ。皆の者よ、ここは地球という星だ。私がもう一度寿命で召されるのも近い。だが死ぬ前に今我々に起こったことだけは伝えておきたい。遥か遠い故郷の星でまだ戦い続けている者がいることを。どうやらここの言葉で言わねえと願いは叶わなかったようだな。これでこの星にいるんは貴様と俺だけだ。この時を待っていた。どうしてもこのフリーザと勝負の決着をつけたいらしいな。いいだろう。されるのが先か、星の爆発が先か、どちらにしても貴様には死しかない。なのに、なんと、このフリーダに勝てるわけがない。ここまでだ。
けか。ちくしょう、たかなサイヤ人に。ダメだ。どういうことだ。これ以上戦っても無駄だ。怯え始めた貴様倒しても意味はない。ふざけるな。俺が負けるか。君、引っかかるか。いやうわうわくそー、立つんじゃねえ。スロー。そんなとはいえ、貴様らしくねえ。惨めな最後だったな。くしょう。俺はなんとか地球へ帰ってみせる。おめえはこの星と運命を共にするんだな。貴様はそうやって命乞いしたもんを一体何人殺したんだ。俺の気を少し分けてやった。あとは勝手にしろ。フリーザとの死闘を制した孫悟空。しかし無情にもナメック星は爆発し、悟空の姿はいずこかへと消えた。地球に移動したナメック星人たちやベジータはしばらくの間ブルマの家に住むことになった。
わずかな時間だけ蘇った最長老は再び寿命の終わりを迎え、皆が見守る中安らかな眠りについた。新たに決まった最長老ムーリによってナメック星の1年である130日後、ついにナメック星のドラゴンボールは復活する。一度の願いで一人ずつではあるが、何度でも死んだものを生き返らせることができるというナメック星のドラゴンボール。そのドラゴンボールを使って悟空とクリリンを復活させようとした時、新たな事実が分かった。なんと悟空は生きており、自力で帰ってくるというのだ。消滅したナメック星で生き返らぬよう、一つ目の願いでクリリンの魂を地球に呼び、二つ目の願いでクリリンが復活した。そして悟空の代わりに先にヤムチャが復活した。大喜びするご飯たち。そして再び130日後にドラゴンボールが使えるようになり、一つ目の願いでチャオズが、二つ目の願いで天津飯が復活した。最後の三つ目の願いでナメック星人たちは新たな星へと移っていった。彼らのドラゴンボールとともに。